緊急災害対策派遣隊、通称テックフォースは、大規模な自然災害が発生または発生の危険がある場合に国土交通省の職員がチームを組み、現地で技術的な支援を行うものです。静岡河川事務所によりますと、今回派遣されるのは4人で、今日から今月9日までの間、隊員たちは能登地方の輪島市を中心に土砂災害の被害状況の調査に当たるということです。県内から能登地方に土砂災害の被害状況の調査に向かうのは今回初めてで、より詳しく被害状況を見るためにドローンなども活用しながら調査を行っていくということです。